皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。阪神1から0巨人。22日。甲子園球場。巨人、阿部監督の采配に甲子園が驚きの声に包まれた。写真、目が怖いベンチで厳しい表情の阿部監督。1点を追った7回1し、菅野に打席が巡ったが、阿部監督はネクストで準備していた増田を呼び戻し、 そのまま菅野を打席に立たせた。せ敗北まであとアウト8個となった場面で追いかける側が投手に代打を送らないケースは珍しく9番ピッチャー菅野のコールにスタンドからは驚きの「おう」という声が漏れた菅野は無得点の連鎖を打ち破るように中前打を放ちスタンドからはまたも驚きの声が漏れたが丸が1ゴロ浅野が夕ゴロに倒れ ままたたもスコアボードにはゼロが刻まれた巨人は初回、2回、4回と得点圏に走者を進めながら決定打を欠く展開が続き、6回無満塁でも長野が頭皮、坂本が2飛代打、大城拓が中飛に倒れるなど、再三の得点機であと一本が出ない状況が続き、完封負けを喫した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。